ペソは、チリの通貨。1817年から1960年にかけて、旧チリペソが、1975年より、現行のチリペソが流通している。通貨記号はドル。ISO4217 の、通貨コードは CLP。補助単位は100分の1のセンターボだが、現在は、通貨として流通していない。チリペソ1875シルバ。 1817年の流通開始以来、1851年まで、8スペインレアルに対して1ペソ、また1ポルトガルエスクードに対して2ペソの、為替閉鎖制度をとっていた。後の制度改正で1ペソイコール100センターボの、補助単位を設けたが、1955年に発生した、インフレの影響から、センターボは支払い通貨として、存在意義を失い、その後ろ姿を消した。 1960年には、ホルヘ・アレサンドリ政権下で通貨がペソからチリエスクードに変更され、1975年までエスクードを使用していた。この当時、10ペソに対して1センティースも、100センティースもに対して1エスクードを陛下としていたが、1975年の経済改革においてサイドペソが採用されたため戦、エスクードに対し1ペソの打貨を行い、 現行の通貨制度に至っている。1984年にベドルにリンクするカワセバンド制を導入し、1992年には通貨バスケット制との併用へと切り替えた。その後1999年に変動相場制へと移行している。大きさはいずれも縦 70mm 横 145mm。2006年に新たな先ペソ紙幣、五千ペソ紙幣。 一万ペソ紙幣が発行された。これらは、視覚に障害を持つ人々が、紙幣の種類を識別しやすいよう手触りやその感触に、衣装を凝らした技術を組み込んだほか、部分的にホログラムも取り入れている。ただし、表向きのデザインは変更されていない。チリスペイン語には千ペソ紙幣を、ルカ五百ペソ硬貨を、キナ百ペソ硬貨をガンバと呼ぶ俗称が存在し、 さらに1000ペソ紙幣のルカから転じて2000ペソ紙幣を2、ルカス5000ペソ紙幣を5、ルカス、1万ペソ紙幣を10、ルカスと呼び、100万ペソをグアトーンもしくはパロと呼ぶことがある。また、日本円の1万円紙幣を、ユキチ、アメリカ合衆国ドルの100ドル紙幣をベンジャミンと呼ぶような俗称同様、チリペソでも紙幣に印刷されている人物になぞらえて、5000ペソ紙幣を、 ガブリエラ1万ペソ紙幣をアルトゥロもしくはアルトリと、などを呼ぶことがある。ありがとうございます。